ここに入れよ。こんな感じ。あ、やっぱオーブいるね。こんばんは。白いからまだ。まだそんな重たいですね。全然じゃないよ。そう。ここは普通のだから。肩とか叩かおじさんに叩かれる。うん。手合わせちゃいけないんですけど、腕は。うん。ここみんなあれだ、気をつけてね。まだいいけど。俺らは虫に気をつけるから。失礼します。お邪魔します。これは違うね。これだ、ここ。みんなこう変わったんだよ。ここに掘り起こしとかしてっていうこと。まじ掘り起こしの時はこの中まだお墓だったんだ。ああ、うん、そうだろうな。見分けがここ切ってきて、あ、ちょっと電波にいな。行ってくる。行ってきて。ちょっと電波悪いから。どこにでもみんなスパー入ってきた。あ、ダイナモさん、こんばんは。どうも。俺サンダルで来るとこじゃないんだよね、ここ。えサンダルなんだよ。ここ、ライトがあるからあれだ。あ、ほんますごい虫が見たでしょ。上もすごい。あ、山に行けばの。そうそう、あっちっかだろう。え、あっちっかだろう。一番上。一番上。一番上か。ここは現代だ。でも向こうか古そうだよ。全然。まだ新しいんか。ただほら、もうケツが血が切れちゃってる家とかも現代の方にあるんで。あれあれあれ。止まって固まってる。周りね、ぐるぐる回ってる。ぐるぐるなってる。うん、ぐるぐるなってる。俺の方。あ、ちゃちゃ、こっち、さっきまで。さっきも寝てる？うん、止まってる。うなって電波あるんだよ、やっぱり。上に行くほど。あ、今、大丈夫。そこの、そこが切れ、最後、現代のところ。あ、そういうことね。うん、その上。止まってるってことはあれかな、声聞こえてないのかな。あ、声は多分聞こえてるかもな、途切れて。はきつ。はい、こんばんは。アンチだけどね。総帥のスパイの横波さんです。みんな総帥に話してる。音声が入ってるんだ。ありがとう、クリスさん。ごようさん、こんばんは。ハーハータイム。あ、ニャンドグ、こんばんは。ごようさん、こんばんは。ハーハータイムでございます。ほんまや、きついね。ここだ、こっから始まり。温泉帯。あ、それ。あ、とりあえずこれにお邪魔します。これがすごい。あれ、これ課金しないといけないじゃない、チャリン。チャリンした、チャリンするとこない。ないんだ。うん。上にでっかいゲートみたいな。固まっちゃってんだよね、俺の。なんでだろう。いや、ほら。本当だ。一回だからこれバツをしてもう一回材料入る。ちょっとすいません、一回切りますね。もう一回入れるんで。そうついてきた時に紫前になった。あ、ほんと。そうすいわけ一番すごいです。あ、紫が赤の上立つ。紫じゃん、レインボー。これでもちょっとお前一緒に歩くね。はい、一望です。
あっちが調布？ここ調布です。あ、やっぱりは、そうだわ。あれが強い。あ、ここで手洗ったりするんだ。そうですね。お清め。うん。ワンテンポ遅いよ、やっぱり。うん、それはしょうがない。山の中だから。一応ビデオは撮ってるから。え、これどっから上上がるの？山越えて。え、山を越えて。結界越えるんだ。そうそうそう。金魚いた？じゃあこっからだ。いや、再度お邪魔します。お騒がせしないんで。お邪魔します。うん？なんで止まっちゃうのって。なんかやってんのかな。ああ、なんかいっぱいやったらたまに入れへん時あるよね。そういえば。何回も入れ直した方がいいよ。いつもこれ止まんだよね。うん、じゃあそうかも。結構不具合あるよ。今日は特に。ああ、だってあるでしょ。ありがたい山です。あ、ギリギリですよ今。大変だもんだって。安政の大地震？うん。あの頃の関東大震災とか、その頃の名簿的な人たち。ああ。インカメにしてもう一回戻ったら戻るんだこれ。戻る。足元ヘビとか気をつけてくださいよ。あ、そうか。ヘビいるの？いるでしょ。いる。いる。山の中いるよ。あ、いるの？うん。もうヘビこまで来たらいけない。ヘビこまで。そうついてきたもう半年前か。そうだね。そのぐらいになるだろうね。初登場だね。だからって言って、そう、ね、途中までしか来なかった。上まで行ったよ。いたし、でも創生降りてきてどうのこうのってやってたよね。入り口は分かんなかった。あ、それでだ、うん、で創生が上の方まで行って入ってきた、ね、一回降りてきたの。そう。なんか初めての会う人がなんか緊張するなーなんて言いながら創生がそう。だって今でも覚えてるよ、創生を。そう、水筒だから。お、もう一つだけ。あの、ご遺体はもう。ちゃんと寺に安置してある。ない、ここには。ここにはいない。そうだ、もう江戸時代の安政の、安政の大臣とか。ごめんね、何回も。その時の。から関東大震災あたりまで全そうだね。ここら辺は偉い人ばっかだよね。あ、空気変わるね。風がチリン出す、うん、チリン、あのあれ、あれ探知機、そう、探知機出すかって。あ、やっと動いた。いや、すいませんね、やめとく。やめといた方がいいな。今日はお盆だしね、うん、帰ってきてるから。お祭りだよね。一番やばい時に。お盆なの、一年中で一番今日盛り上がってる時だもんね。そう、お祭りで。明日明日で済んで。そう、最後はね。リボン、うん。最後だからね。宴会してるよ。あ、ごめんね、兄さんね。あ、ぐるぐるだ。あ、ちょっと来た。あ、ちょっと進まないね、ここは。ビデオもね。岩のなんだっけ、岩のなんだっけ、あれに、ああ、あれに匹敵するよね。うん。電話で言ってることでやってること違うわけだね、小川さんね。ごめんね。いや、ブルブルじゃないよ。あそこもすごいね。この前の安さんの見られてしまったら。あれもすごいでしょ。あそこもすごい。でもここそんなに怖いと思わない。ないよ、まだ。なんでだろう。聞こえるかな。
ちょ、俺の見えてんのかな。ちょ、ちょっとが止まってんね。はい、また動きました。ごめんなさいね。冗談は手を合わせると肩で分かれる。力変われる。いかにですか。らしいですね。手を合わせたりすると肩をポンと叩かれたり、からかわれるみたいですね。この前、その次足に見られたの。裏拍手して、はい、そんなことできないんでね、自分で。いや、裏拍手しちゃってます。一番上。あれ、おじいの子、女の声入ったってよ。やっぱし。おばさんから。いいんだよ、おじいあと3年もしたら棺桶の中だから。ここに入る。忘れてた、今日安尾さんにボケ防止に自然薯持ってきたけど。なんだよそれ。自然薯、今年自然薯取れたの。え、うん、ムカゴって実からこれ降りられんのかな。今芋に変わってきてるところ。ああ、そっかそっかそっか、うん、作ってんの俺が。あ、そうなんだ、うん、作ってると自分で勝手にやったんだよ。ああ、じゃあ今度持ってきて。忘れなかったよね。忘れなかったからね。買ったら高いからね、本物は高いよね。え、美味しいけどしっかりしてるのしか売ってないじゃん。今ペットボトルに身をひょいってやって、うん、今少しだけこんくらいの長さ。あ、3年4年かかるの。かかるね。そうだね。なんか見えないかな、おばさん。ちょっとママ。ん？カメラ。カメラか。あの携帯しか持ってないね。大輝くん置いてきちゃってごめんね。だ、ね、大輝来たかったのにね。行って行ってっつったもんね。そう、大輝行きたかったかな。キノコか。あ、ジーカ君から大丈夫。でもスタビ買ったら楽だよ。今までは？今まではあの三脚でやったの。あ、そっかそっか。三脚でこれつけてやったけど。もう結局これに三脚つけて停電するんだけどさ、2台同時に持てんだもんね。そう、楽。うん、歌いたまえって総帥じゃないから歌わないよ。この上上がっていけんの。この上遊歩道あると思うけど、多分もうあそこなんか工事が入っちゃってから。うん、通行止めでしょ、うん、立ち入り禁止だったもんな。あ、ここまでは行けるの。うん、あ、でもこっちは降りられる。ボケてはいいけど、仏さんはバチ当たりだよね、周り中にね。それだから死が許しちゃってるからさ。あれ、おじい、こっから上がってきた方が良かったんじゃないの。どっちから。あれ、速度ね。あれ、今声した。声がした。そこの声がした。こいたせいる。カリスマが通る。こんばんは。カリスマガトロさん、こんばんは。はじめましてですね。ここはおじいよりも綺麗。ありがとう。ありがたい。何？画像は綺麗だって。おかしいな。ほら、わわわわって声が伝わってる。ここで声してる。おじい、こっち。おじい、ここここ。声してる。違う、横波さんの声じゃない。首影見えんな。してる。声聞こえなかった。してる、してる、してるよね、さっきからね。してる。ずっと声聞こえるんだけど、聞こえる方います？歌ってるんだか喋ってるんだか。そうそうそう、歌ってるんだか喋ってるんだかね。うーっていうのは聞こえるんだけど、ある配信者の真似してるわけじゃないんだけど。風の、風と木の
あれじゃないんだよな。女、コバさん女。上はおじさんって言われてんだけどね。女はいるんだ。でも奥からうーっていうのは聞こえたんだけど、俺は。おお、びっくりした。開けちゃダメだよ。開けてないよ、おじいじゃん。俺が引っ張っただけで。開けられそうだよ、ね。だってこれ、違うよ、おじ、これ。これ、めくれば入れるんだよ。入るか、行くか。いや、ダメだから。行かないよ。通報されるよ。ある配信者さんみたいに逃げる羽目になるよ。こんなとこ逃げたらこけるわ。怪我でもしたらね。怪我したら最悪。うん、あれ、くるくるじゃなくて、画面が固まった。兄さん、くるくる。なんでこれ止まんのかな。おじの方動くんだろ、なんで動くんの。霊障、霊障だったら、あ、でもセミ、うん、セミ、あ、びっくりした。やめて、どこにいるのセミ。じゃあ、わかんない。今、普通年だね、あ、そう、そう、うん、その責任だね。いないよ、多分これか。飛んだんだよね、今もう。バタバタバタってないよ。一週間の命だから。そうね、うん、接種いけないしね、訪問中は絶対に、うん、絶対ダメ。普段でも俺セミとか虫は殺さないからね。カモカモ殺さない。こっちから行けんの。降りるかもしれないね。とりあえずあそこいた感じだとそんなでもなかったから。でもこの無縁墓地の人たちは恨みはないでしょ、全然。ないと思う。ただ助けてもらって、うん、一緒に埋めてもらったから喜んでんのもあるだろうけど、でもここで開拓始まっちゃってっから何してんのっていうのはある。眠りをね、うん、探そうだ。え、わかんない。コメント入んないんだよ、こっち。え、こっちコメントね、こっちも止まんない。何をしても。だから入らない。インカメにならないってなんでこれ。インカメにならない。そう、他のボタンは動くんだけど。嘘。左下のあれ、はい、押せない。いや、押しても何もなんない。え、嘘。なんで俺が今押したらカツラ映っちゃうしな。入らないよ、やっぱ電波悪い。うんうん、ちょっとコメント入らないから。あ、これか。コメント無理だね。コメント後でちょっと。インターネットに接続してくださいっていうのが結構入る。一応ね、動画で撮ってるから終わったら流す。これでも多分あれなんだけど、ちゃんとアーカイブではちゃんと待ってんだろうね。待ってると思うよ。オフラインになってるもんね、こっちが。せっかくしてきたのにな。だから、もう全くダメ。ダメ？うん、ダメ。オフラインになる。一回入れ直してみ、そっち。あ、すいません、アリスマガトロさん。今ちょっと固まっちゃってるんでね、ごめんなさいね。やっぱ、内側の方が入ってもいいのかもしれないね。うん、ね、あっちの方が良かったね。途中一個あるでしょ。あ、こっち、ここ？いや、そこ？ああ、そっち行けない。行けんのかな？行けないね。行けないねって。こっちは行ける？あ、横に行けるね。うん。行くだろうな。行けない。あれ、こっちは？ここってどこ行ったの？同じとこ行くと思うけど、広いとこ行かないと全然入んないじゃん。全然電波とかじゃないですね。ほら、押しても何にもなんないから。そうそうそう、こっち広いのになるからね。わかんない、どうかな。真ん中取ってればいい。そう、真ん中取ってればしなしながら、うん、多分もうそっち側の方がいいんじゃない。ダム一段上がってこの、うん、同じか、うん、まあ、失礼します。ごめんなさい。こっち広い方が入りやすいし、なんか。あ、入った。俺の？どうしてほしいの？うん、こっち入ってよ。ちょっと俺の見てみて。あの、いなくなっちゃった。あ、ラジの方で？うん。
もここは本当、ここにいた人はさ、一望できるから。景色ね。うん、いいよね。景色よね。海のピンポン。Wi-Fi とかに入れるとダメおじい。ダメな時あるよ。そう、その要所要所で変えないと。草の匂いで、草の匂いでよかったよ。今線香じゃん。線香じゃなくて。でも線香浴びてないと、でも仏さんはかわいそうだよ。かわいそう。開けてあげないと、今開けてやんないとかわいそう。誰も来てないんだって。うん、あれ、お地蔵さん？そうだね。一回切った方がいいのかな、これ。一回やる、入り直してみ。そうだね。地雷風と大変なことだね。ここ空気違うな、やっぱな。お地蔵さんがこっち見てるような気がするんだけど。向いてないでしょ。斜め向こう向いてる。向こうの方だよね。多分。そう、こっち向いてんだろうけどさ、切れないし。あのお地蔵さんの上に何かあったんだな、あれかもね、うん、もしかしたらあそこに前遺体を骨を入れてたのかもしれないし、それを出して一回でお寺に奉納したのかもしれないし、どっちともダメなんちゃう、他のところは入んない？うん、インターネットに手伝ってきてください。そうちゃんの時もどうだったっけ、あれ生してなかったっけ。入ったり入んなかったり。あ、やっぱ、うん、電波悪いなと言ってたよ。お札に入ったりしてね、おじのだけ。いや、俺のも今ちょっとあれしてみる。画面を映せても今、俺のあれだって Wi-Fi を今切って未登録になってるから。え、これ Wi-Fi 切ってあるんだけど、 Google 入ろうと思っても入れないんだよね、俺。ああ、やっぱ電波悪いかな、これな。まあ電波悪いから、ちょっとこれは動画で後でアップする。何にも入れなくなっちゃったネット。電源切ってみよう。うん、声入ってんの？入ってると思うよ。こういうコメントが出ないんだよ。電波悪いと俺の。出ない。いつもそう。電波悪いとコメントが全然入んない。そうちゃんが来てあれした。嫌な気配。ん？嫌な気配するんだ。あれ？今なんか通ったな、このライトのところ。子供だ。ライトのところ。子供が走ってました。一瞬パーって消えちゃったんですけど。ライトのところ。あれか。あの街灯？もう消えちゃってる。あ、いない？下は子供が走ってるって話。上はおじさんが来る。残してあげたいな。うん、ね。なくしたらダメでしょう。大輝くん来れなくなっちゃうしね。そう。
来るまでは。来るの？来たいっつってるんだよ、あれも。来たいっつってんだよね。うん、彼はこう、ありがたいのに。ただライトがないからライト買わなきゃなって。この前も待ってるよ2人でって言ったんでね。そう帰り道をでやっぱ高校生だからあんまし23時以降出ちゃいけない。出ちゃいけない。大人が付き添ったらその大人が罰せられちゃうから血縁かけないと。血縁かけないとダメじゃん。そう。拉致っていうか誘拐になっちゃうよね。うん、拉致誘拐に。みんなが来てからお地蔵さんばとこいつ。ゲームです。そうゲームです。はい。心配しないでください。お化けじゃないです。お化けに呼ばれたみたいよ。ゲームお化けに。まあでも、そうちゃんが来たよりあれじゃないな。あの時の結構あった。あったね。あの時のが見てても思ったもん。本当。今回俺がさ、あげたのあるのよ、うん、あの泉の森、うん、この前の、うん、この前の、うん、あれはすごいよ。たくさんいた、うん、オーブが。だって停電してて、うん、オーブが飛んでるの、うん、もろ飛んでたし、あと謎の発光体がボンボンボーンって動いてたし、あれはね、だから一番さ、もう先に今回、うん、編集して先に落としたんだけど、だろ？見てるっしょ、こっち。うん。言ったじゃん、俺が。遠くから見てもわかるんだから。あれはこの間の、あ、大したことないと思ったのよ。いやー、びっくり。だって、停電しててさ、雑談しててさ、後ろでカサカサカサって歩いてくるんだよ。えって思って、それもカメラに撮ってあるからあれだけど、でカメラをこう置いた瞬間に、で停電しててオーブがこれバーッと飛んできて、でまあ、 あの傘があるんだけど、その上に発光体がボンボンボン、で多分その右側のところに人がいたりさ、あれもう今アップできてるから多分見れると思う。あれはすごいびっくりしたもん、見てて。こんなにオーブって飛ぶもんなのと思ったもん。あれはテレビに売れるなと思って。あれどうした？調子悪そうだね、もう。調子悪いよ。ああ、分かった分かった。すぐ撮れるところとすぐ撮れないところ。画面が暗くなっちゃってる。霊障があるとシャッター降りないし、フラッシュが遅くなるし、暗くなって、何これ、画面飛んじゃったよ。嘘、うん、何のこれ、またライブ意味わかんねえ。結構不具合あるな。さあ一回、うん、多分、あ、これインカメになっちゃってるか、うん、ほら、あれ本当だ。あー、電波があれだ。ライブ開始、今開始になってる。はい、どっちだ、これインカメか、うん、あ、インカメだ、インカメだね、うん、これ押すと動かなくなる。なんでだろうな、フリーズしてるよ。だって俺こっち向けてんだから、向こう映ってら明るくなるわけだから。あ、でも、あ、なんか、あ、そうだ、はい、すいませんね、何回もちょっと電波悪くて。よくお前んとこ米入るの。お前んとこ全然入んねえ。全然米拾わないんだよな。電波ちょっとでもあれって拾わないんだよな。ん？すべてこれにしてるでしょ。
だから俺いつもお地蔵さんのとこ行くと悪くなんだよね。あそこ悪い、だってなんか感じなかった？感じない。嘘、全然悪い気はしない。しなかった？しないしないしない。俺はあれ以上先行けなかったんだけど、で俺いつもお地蔵さんこっち向いてるから行けなかったんだけどさ、全然大丈夫だった。大丈夫だった？じゃあ安さん的にはエマさんが出たんじゃない？そうそうそう、エマさんも来るなって言ってたカサ君の時はエマさんじゃなかったんじゃない？そう、多分 俺とエマさんはあれだよ、対抗意識あるからお前は来るなってあ、フナッチおつ、あまた固まった。こう電波悪いからちょっとあれだね、みんなも。でこういう時にコバさんとか来た瞬間にぐるぐるっと、やっぱコバがいけねえんだそうなると俺みたいにさ、はい、ビデオ「はじめちゅわん」が見たい。今のうちはねワードマックスされてるそう、今なら激写じゃああげようかなさっきワードあげて、そうわざと下げてたもんね、うん、それ分かったから映らなかったんだけどさヤスさんに素顔を晒してたんだなと。そうわざと。何？まえちゃんじゃあ顔映せばいい？マスク取ってくれるってよ。あーまた固まった。固まった瞬間にマスク取ってね。G しか映ってないもん今。コケギー。いやー耳が何？あーまた映った映った。はい、マスク取ってくれますよ。はい、はい、横波さんでーす。はい、まえちゃん。一瞬撮りました。一瞬撮ったろ、うん、あー、高いぞ。まえちゃんもこれ体で貼らないとダメみたい。呼ばいしていい？呼ばいしていい。お母さん、耳って何？耳って。はじめちゃんってな、お母さんも言ってる。はい。圧倒されるよね、この。そう、これ全部だもんね。うん、インカメ押しても全然なんともそっとも言わない、戻んないし。じゃあこの造成してる前はもっとすごかったんだろうね。だろう、もっといっぱいあったんだよ。うん、で確か俺 Google で調べたこれともう一個反対側に一個あったんだよな。本当、固まっちゃった。うん、でも反対側は平地だもんね。うん、もうない。ないよね。ここにいるよ。